じゃあちょっと行ってみる？サーカース。おおお。ゾンビはどうやったら倒せるのかしら。このテントに向かってゾンビたちが移動してる。なんだって？リアルタイムストラテジーゲームみたいな。あなた、私たちを手伝ってくれるのは嬉しいけど、子供じゃあね。このテントの中にゾンビを集めてしまって火をかけてみてはどうだろうか。その前に僕らがやられちゃうかな。リーダーは誰なの？あなた？坊やはお家に帰れた？僕は逃げ回ってます。ピザ頼みてえな。でも金ねえんだよな。今にして思うとピザ頼まなくてよかったわまあ頼んだんだけど、あのお金用意しなくてよかったわ。だってあれ払ってたらさ、いいバットとかさ、厚手のフライパンとか買えなかったもんね。ん？あの、ホテルの前の女。あ、なんか、ゾンビと話してる女の人がいるとか言ってたね。顔色は悪いけど、いい女。顔色は悪いけど、いい女。足が群髪の女。あ、足が群髪の女。え？これね、絶対罠だから。お兄さんはね、いろんなね、映画とかドラマとかね、小説読んでるからわかるんだよ。これね、絶対に罠だから。これ音楽がおかしいもん。もう隠す気もないもんね。罠であることを。ちょっと待って。強さ。だ念にも念を。PSI ライフアップ、はい、セーブしとく。なんかそのためにここなんじゃないの、その罠スポットが。罠と分かっていても、ほら、もう罠だもん。妖怪道中記のさ、死んじゃった時の効果音みたいだった、今。伝わったかな？ああ、意識が遠ざかってゆく、アルテミスたちの運命やいかに。うわー、この表現、この雰囲気がさ、ファミコン昔話シリーズっぽくて好きだな。前編と後編がね、別売りだからね、買わなきゃいけないっていう。お、これさ、ドラゴンクエスト7みたいにさ、お話がパーティー内でできたら楽しそうだよね。カメラ、どうする？それは決まってるだろう、マリベルちゃん。扉には鍵がかかってる。まだ会ったことのない仲間に呼びかけます。まだ会ったことのない私たちの仲間に呼びかけます。何ここで怪獣物語システム。オーガスタ、あなたの助けが欲しい。私はナタリー、そしてもう一人アルテミス、あなたに呼びかけています。シャンシャンシャン。北の国ウィンターズ、日本ハムファイターズにいたよね、ウィンターズ選手。北国なのかな。スノーウッド、そういえばマザー1の時ナタリーがそういうさ、クリスマス村みたいなとこにいたよね。私はナタリー、そしてもう一人アルテミス、あなたに呼びかけています。この呼びかけが聞こえたら目を開けて、そして南に向かって出発してください。
遠くにいるあなただけが私たちを救える。オーガスタ、この声を信じて起き上がって歩き出して南に向かってすぐに。オーガスタお願い。まだ会ったことのないかけがえのない仲間。ということで、やーやー、我こそが、オーガスタだーい、222、ナタリーと一緒ですね。仲間になる順番が入れ替わってるね、マザー1とね。さらに言うとね。じゃあ今回はオーガスタが北国なのか。オーガスタ、こんな夜中にどこへ行くんだい？この寄宿舎のルールは知ってるはずだろ。見つかったら尻叩きだよ。どうしたのさ、オーガスタ。分かったよ。僕には分からない理由があるんだろうね。止めないことにするよ。でも、何にせよ真夜中に無防備で出かけるのは危険だよ。身を守る道具を持っていく方がいい。ロッカールームに何かあると思うから、寄っていくといいよ。一緒に行ってあげるよ。優しい。トニーが仲間になった。グーレイト。いいなぁ。いいなぁ。うわ、無性にいいなぁ。うわ、いいか、しかもなんかさ、ちゃんとさ、ちゃんとした学校って感じがしない？ほら、制服着ててさ、いいなぁ、こういう雰囲気いいなぁ。ペンシルロケット5。オーガスタのグッズ、ペンシルロケットを一度に5発発射する。ゆで卵食べると体力が約40回復する。物差し、これマジカントのプレゼントになったよね、昔のね。マザー1、戦闘時に使うことすらできる。何度でも使える。分度器、戦闘時に何度でも使える。え、これ装備品じゃないの。壊れたスプレー、壊れているスプレー缶、天才オーガスタがいつか必ず直してくれる。マジで装備。ああ、そういう感じじゃないんだ。かつてオレゴンを目指した仲間たちが集まっていく。うわ、みんないい格好してる。たまんねえな、こういうの。あの南の湖にタッシーっていう生き物がいるっていう話、僕は模型のおもちゃが浮かんでるだけのでっち上げだと思うな。タッシーの噂よりすごいのはストーンヘンジの巨人族の話だよね。本当に見たって人が何人もいるらしいよ。一番知りたいのはストーンヘンジの中心がどこかにつながる入り口だっていう噂かな。いつか僕らで調べてみたい。まあね、伝承でさ、ストーンヘンジの周辺にはさ、バンシーっていうね、あの古来の化け物が出てくるっていうね、話があるよね。俺眠いよ、もうおしっこして寝ようかな。へえ。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、マジ感動を思い出すものがあるよ。オーガスタ、外出するんだったら面倒見のいいガウス先輩に報告しろ。ガウスさん確かまだ下の研究室で頑張ってるみたいだから。とにかく最近表は危険な動物がうろうろ。ああ眠い。明日はトニーのおた、トニーお誕生日なんだ。だからみんなに配るクッキーを一つずつ心を込めて包んでた。トニーの誕生日プレゼントを今日もらっていいですか？クッキーだってさ、クッキー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 で、ここはみたいな、肘。じゃ、そんなネタじゃねえって。クッキー。全部クッキーでした。なんだ、マジカントのさ、1個取ったら全部消えちゃうみたいな、そういうサプライズがあるのかなと思ったんだけど。
おお、こんだけクッキー拾ってもさ、ゴーグランに余裕があるってね。ありがとう、先にもらっといたよ。え、今日のオーガスタ、一声かけたじゃん。一言言ったじゃん、最初に開ける前に。聞いてなかったの？言ったやん、今本人ここにいるんだからさ。ちょい早めにいただくよって。これさ、地味な兄さんじゃないよね、これ大丈夫？信じていいの？見た目はさ、ゾンビだよ。ああ、びっくりした。こっちがびっくりするよ。オーガスタにトニーじゃないか。夜食でも探しているのか。俺も研究が行き詰まっててさ、オーガスタの親父のアンドーナッツ博士がいたら助かるのにな。すごい人だったらしいぜ。我がウルトラサイエンスクラブの初代部長で、アインシュタイン、もう具体名出しちゃう？特定、あの、このアインシュタインと我々の世界にいたアインシュタイン同じ人？すっごい変わり者だっていう噂もあるけどな。ロッカールームに用事があるんだったら、ロッカーの鍵を持っていけよ。ちょっと曲がってるけどな。オーガスタはロッカーの鍵を手に入れた。もし外に出たら俺に必ず電話しろよ。冒険の記録をつけといてやるからな。まあゲームで言うとこのセーブみたいなもんだ。はははは。はロッカーの鍵。普通のロッカーの鍵。ロッカーには鍵がかかってる。え、ちょっと待って、大丈夫？これ開けちゃっていいの？これは良くないよ。だってさ、自分のロッカーじゃないんだろ？どうすんの？まあ、男子寮っぽいからいいけどさ、これがさ、パンティーとか出てきたらどうすんの？鍵が曲がっていて、鍵穴に入らない。さっきのプレゼントはさ、あらかじめトニーの誕生日のお祝いだよっていうのは聞いてたからさ、使ったけどさ、使ったっていうか調べたけど、使い物になんなかった。そんなこともあろうかと思って、ちょっとした鍵なら意外と簡単に開けられるマシーン。今作ってみた。これなら大丈夫。え、すごい天才じゃん。オーガスタはちょっと鍵マシーンを手に入れた。お前もアンドーナツ博士の息子なら、ちょっとした道具くらいなら一晩で修理して役に立てるとか、そのぐらいの、そういうのがオーガスタを苦しめるんだよ。偉大な父親を持った息子の立場からしたら、なんつって。っていうのは分かってた上で、分かった上でマウント取ってきてんの？でもそんな感じはしないけど、でも先輩だからな。ちょっとはさ、意識してそうだよね。でもありがとうございます。これで、昔のハレンチ、80s、アメリカンコメディ映画のようなことができそうだね。ポーキーズみたいなことできるね、映画ポーキーズ。ということで使う。ホームズキャップ、やった。2から12、詳細、いわゆるその他装備、かぶると名探偵シャーロック・ホームズの気分。これはさ、ちゃんとライセンス商品なのかな、それともさ、それっぽいキャップなのかな。僕はまがいものな感じがするよ。ちゃんとそのスーベニアショップで買ったようなものじゃなくって、それっぽいキャップなんじゃないか説があるよ。なんつって。使う。
残念ながらこのロッカーには何もなかった。残念ながらこのロッカーには何もなかった。残念ながらこのロッカーに面白いね。でも計算してんだと思うんだ。期待値を上げてくれてるんだと思う。だからそろそろ出てくるよ、いいものが。ん？バンバンガンが入っていた。持ち物がいっぱいだ。これもきっと計算なんだろうな。ロッカーに戻した。お店があるわけじゃなくって、今んとこ普通に行動してて手に入れてるもので荷物がパンパンなんでしょ？パンパンに対してバンバンガンができたんでしょ？だここで何を捨てるかっていうのがゲーム開発者がプレイヤーに対してその出している問題だと思うんだよね。この問題を楽しもうよ。何を捨てるべきなのかってね。だからオーガスタはね、マザー1で PP が上がらない子だったのよ。それを見るとこのクッキーっていうのが回復アイテムでしょ、約6だ。この6っていうのはバカになんないと思うんだよね。でトニーが仲間になってくれてるけど詳細が出てないってことはノンピーちゃんの可能性が今んとこ現状ね強いんで、それを思うとやっぱり回復アイテムって大事なんじゃないかっていう気がするんで、特にこのゆで卵のね40があるぐらいだからね。ってなってくるとこれかこれかこれ、まあ分度器かな。売ったらさ5000ドルになったりしたらびっくりだけど、とか今出てきたさバンバンガンが実は大したことないものだったら笑っちゃうけどね。すんげえ大したことある。やった。壊れたエアガン何？壊れた、壊れたエアガンが2つも？やばくない？ちょっと待って。参ったん。じゃ、とりあえず物差し、ごめんよ、捨てる。捨てるぐらいだったらトニーに渡したいけど。壊れたエアガン。んで、こっちのやつも。何もなかった。残念ながら何もなかった。何が起きた？かぶってたんだろうね。お、トニー、お前今日から俺がご主人様だ。いいな。ははー、かしこまりましたご主人様っていうふうに言うんだ。かしこまりましたご主人様。何のプレイだよ。トニーよ、僕の靴をなめろ。かしこまりましたご主人様。そんな遊びはいいんだよ、そんな遊びは。トニー、さあ僕を踏み台にしてこのフェンスをよじ登るんだ。とりあえずさよなら。君がどこへ行くのか何をしに行くのか知らないけれど、僕らはずっと親友だぜ。楽しかったよトニー。シャン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 、ドラッグショップベストフレンド。入り口のとこにいる猿ですけどね、うるさいからあげますよ。風船ガムを買ってくれたらおまけに差し上げます。
あれ、ドーグラン、ちょっと待って、買った方が、うん、もちろんもちろん、ドーグランがないから問われてるな、問われてるな、制作スタッフから。だからこっからさらに断捨離しろよってことでしょ。じゃあまあもったいないけどクッキーを売るか。3ドル。ありがとうございます。もうお猿はあなたのものですよ。オーガスタは風船ガムを手に入れた。キャッキャ、ガムくれ、ガムくれよ。猿はオーガスタの風船ガムを1枚奪い取って膨らませた。この効果音はバルーンモンキーが仲間になった。サルー、外寒い？で、キャッシュカードを入れてください。あー、僕は僕の金なんだね。で、買いに来た。ゴジラのバット、まあ、94年っていうとね、本当に話題でしたからね。注目の的、ゴジラ松井選手だと思うんだけど。楽しいフライパン、やばくない？楽しいフライパン1490ドル、15万円のフライパンですよ。わ、コインとうとう出ましたね。マザー1でおなじみのコイン、静けさのコイン2500ドル、遠足ランチ、ダブルスキップサンド。何も買えねえじゃねえか。え、これ人によってはさ、ドラゴンクエスト4のトルネコのショーみたいにさ、一生懸命さ、道具屋の売買を繰り返し繰り返し やって、そこで覇者の剣を購入してみたいな、そんな遊び方ができるの？ひょっとしてだよ。だってどう考えても値段的によ、だって直近で買ったさ、すごくいいバット、あれが399ドルでしょ。それに対してさ、もう倍の値段のやつでしょ。で、あのフライパンだってさ、198ドルぐらいだったじゃん。それとだから10倍ぐらいのものがもう売ってんのよ、ここで。そういうさ、ドラクエ4のトルネコのショー的な楽しみ方ができたらいいよね。はいはい、ガウス研究室。なんだ、オーガスタか。冒険の記録をつけてほしいんだな。よし、つけたぞ。なんだ、カミカミくんか。なに、ユミに用事だって？待ってろよ、みたいな。おい、ユミ、カミカミくんだぞ、みたいな。お兄ちゃん。何の思い出だよ、プヌシよ。よし、じゃあ、まあ、とりあえず行くか。ちょっと待って、覚醒しちゃう？これってヒットポイント関係すんの？なんかずっと PP だとばかり思ってたんだけど。どうよ、まあゼロだよな、そりゃそうだよ。シャンシャンシャン、いい曲。うわ、怪しい段差。めっちゃ おかしいから。今見ました、サイズで。デジャブ、マザー1の主人公がさ、オレンジジュースをいっぱい抱え込んで冒険に出たのに、全部冒頭のカラスに盗まれてしまったっていうね、あの思い出が蘇ってくるぜ。だから鬼のようにかき集めたさ、トニーのクッキー、ここでさ、次々と奪われてしまうんじゃねえなんてね。お尻ペンペン、あぶね、当たんねえな、当たんねえな、サンキュー。強そうなのがいた。3の経験値、敵はプレゼントの箱を置いてった。クッキー、
いいえ。もし毎回くれるんだったら、ちょっと待って。毎回そうやってくれるんだったら、されど1、使ってもいいな。こうついてくるのがすごいね。こういうプログラムって結構難しいじゃない？引っかかっちゃうし、引っかかってしまうであろうし。バックアタック。何？早くも。動物園、そうだ、動物園ね。ワニとかさ、ゾウとかさ、いたよね。そういう規模だよ。あれ。あれ消えた。あ、よかった。で、このワンの助もさ、バカになんないと思うんだよね。低いうなり声。強っ。バターロールちゃん。何か捨てますか？はい、しょうがないね。じゃあ、ランニングチェンジ。うわっ！おや、キャンプしてる。昔は、おとなしかった動物たちが、あれ狂ってるんだ。まさに今話題になったね、動物園の思い出。彼らが動物行ってるからね。何か嫌なことが起こってんだろうな。とにかくここで少し休んでいけよ。紅茶でも飲んでさ。じゃあ僕、アールグレイ。アールグレイ一つ。疲れは取れたかい？じゃあ頑張ってな。ありがとう。スーパー親切。ここに回復所が、ちょっと待って、上にいたな。ここに回復所があるってことは、ここを拠点にね、強くなりなさいよっていうメッセージなんでしょうね。で、あわよくばさ、あえて敵が落としてくれるさ、バターロールとかをいっぱい売ってさ、トルネコ第3章みたいにお金を稼いで、アルテミスのお土産をここで買ってってよみたいなね。兵隊さん、買ってってよ。すんげえいい曲。南言うてたよね。おや？問題なし。こんなに行っちゃって大丈夫？ドラクエで言うとこのさ、なんかもう橋をびっくりした。ゾンビじゃないよね。タッシーが現れるときはいつも風が吹いてるらしい。ヘックシーン、カトちゃん、私風邪ひきそうです。あ、いっぱいいるよ。いや、かわいい猿だね。ガムでもあげようか。お猿はガムなんか欲しがらないかな。ははは。そうです。私たちはここタスコで伝説のタッシーの観測を目的とするタッシーウォッチング隊なのです。タイ。お、君もタッシーオタクの子供かな。君はラッキーだよ。明日あたりタッシーが見られるかもしれないぞ。明日あたり。ここはやっぱこういう大人たちが守ってくれるから、危害を加えてくる動物がいないのかな。私はタッシーウォッチングの食事係です。シチュー食べますか？はい、どうぞどうぞ。僕ね、ビーフシチューがいいです。まだ会ったことのない私プレッシャー催促されてるよ。オーガスタ遅えよってナタリーが、あんまり遅かったら PK フリーズ360ぶつけるよみたいな。とにかく南に向かって。私はナタリー。私の心を感じたら南に向かってください。もうこういう時の敬語怖いからね。オーガスタは夜鍋をして、壊れたスプレーを直しました。壊れたスプレーはディフェンススプレーだった。マジで？お手柄だよ。で、こういうのをさ、ギャンギャンさ、あの、冒頭のドラッグショップでっけ？そこで売ったらさ、いいんじゃないの？
まあ戻んないけどさ。戦闘時味方一人の守備力が上がる。重ねて使うと効果的。一度使うとなくなる。シチューありがとうございます。せかされた。おや、天気が変わった。朝になった。風が強い。おお、あの渦巻きはもしや渦巻き。白鳥玲子お嬢様の、これはいよいよ出ますよ、私のうんちが。ぷー、同じ発想。開発スタッフと発想が一緒だったわ。タッシーが出ますよ。いやー、かわいい猿だね。ガムでもあげようか。同じセリフだった。そういうさ、ボンボンとかコロコロ的なノリを私は持ってしまったよ。あ、電話だ。タッシーを発見したら新聞に出ますかね。私は目立ちたくない。はい、ガウス研究室。なんだ、オーガスタか。あれあれ、取られちゃう。駆けつけるのも早い、取るのも早い、嗅ぎつけるのも早い、天才写真家です。思い出の写真を撮りますからね、黒歴史。さあこっち向いてね、チーズサンドイッチ。いい写真が撮れました。この写真はきっと最高の思い出になりますよ。いや、あのタッシーは意外と森の中にいたりするんじゃないかと私勝手に思っているわけでして、ビッグフットと勘違いしてんじゃない。あ、ここに盾みたいな。ディディン、今キャッキャッキャッガムをくれ。キャッキャッキャッパーマン2号はウキャキャのキャ、堤恭平さん。すごいひょうきんな子が出てきたよ。あれ？あれ？主人公入れ替わりみたいな？ウキャキャ、私がオーガスタですみたいな。そんなことはなかったです。いいなぁ。これはめっちゃビートルズのストロベリーフィールズフォーエバーだね、これ。笑っちゃうだ。And nothing to get hung about。 超ストロベリーフィールズ。